どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日もね、動画をご視聴いただきましてありがとうございます。本日はですね、ANA キュン、10月29日の ANA キュンね、詳細をわかりましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで、今回ですね、ANA910 月29日ね、限定で行われるわけなんですけども、今回ね、国内線の減額マイルキャンペーンが来ております。で、必要マイル数ね、分かったんですけども、ANA はですね、国内線の必要マイル数10月の27日にですね、改定もうね、するよっていうのを事前に言っておりまして、もうね、実施されてるんですけども、今回ね、ANA9 に関しては、まあ、少ないマイルでね、設定されているっていうふうになりますんで、今回のキャンペーンね、非常にいいの でではなないいののかなと思いますので今回ね ANAQ、まあ、この減額マイルキャンペーンとまたね ANAPay のねチャージのキャンペーンも来ておりますのでこちらもね結構おすすめですので気になる方は是非ね最後までご覧いただければなと思います。 はい。ということで、こちらはね、ANA q 公式サイトになるわけなんですけどもえ、国内も海外もお得に旅行しようということで、今回ね、国内選特点航空券の減額マイルキャンペーンが来ております。それ以外にもですね、ANA トラベラーズダイナミックパッケージの ANA q 専用プランであったり、ANA トラベラーズホテル、またね、ANA トラベラーズダイナミックパッケージのハワイオプショナルツアーとかですね、またね、秋から冬ゴルフに向けたお得なプランをご用意ということで、えこちらね、ANA トラベラー ゴルフまたねショッピング等々のですね ANA モールであったりふるさと納税の返礼品 ANA ふるさと納税ですねあとね ANA ショッピング A スタイルまたね今回解説ねちょっとやろうかなと思っている ANAPay のキャンペーンも来ておりますしあとねこちらはいつも通りですね保険のやつだったり a n a フェスタね2 9日購入していただくと2.9倍ねマイルがもらえるっていうキャンペーンも来ておりますでまたね ANA グランドウェールでしたっけ読み方忘れちゃいましたけどもまだねダウンロードされてない 方はね、こちらもね登録していただくとね、えー、1000グランチップがもらえてマイルねもらうことができますのでこちらもねおすすめですで今回ですねまず一番最初に見ていきたいのはやはりね減額マイルキャンペーンということでこちらね、えー、登場日はね2020年12月の1日から12月の25日、えー、登場分になりますこちら ANA キですので10月の29日0時きっかりこの動画が出ている今日の夜0時から23時59分 までになりますで必要マイル数なんですけれども、えー、こちらですね東京から、えー、札幌通常7,000マイルのところは3,900マイル羽田沖縄区間は通常8,000マイルのところは 4900マイルということで大阪・伊丹から福岡とかね6,000マイルなところが2900マイルということで冒頭に言った通りですね ANA の国内線の特典航空券はね必要マイル数も改定が来ておりましてもう実施がねこの前の日曜日にされてるんですよね。ですのでこっちのね新しい改定後のね必要マイル数になりますのでまあ12月の1日から12月の25ということで2024年はこちらローシーズンに入っ 入りまますすのでで、まあここですよねですので300マイル区間は6,000301から800マイル区間は7,000で801から1,000マイルが8,000。 1,100から2,000マイルが9,500になるわけなんですけれども、まあ、今回ですねこの記載はね8,000マイルになってるんですけれども今までも確かね ANA キュンでこの沖縄路線が触る時って確か4,900になってたと思いますし0から300マイル区間に関しては、まあ、今までね ローシーズンなのでこちらですね5,000マイル区間が2,900マイルになってたと思うんですけども、まあ、今回ね6,000マイル通常にはなってるんですけどもキャンペーンマイルで2,900マイルということで今回のキャンペーン自体はですね今までと必要マイル数でね一緒になっているっていうふうになりますので、まあ、下げ幅がね広くなっているということでこれはね非常にいいですね。このののねキャンンペーンのマイルがが国内線特典航空券、ね、海底があっって、ね、どうなるか、ね、ちょっと 気になってた部分にはなるんですけども、なんとね、下げ幅が広がって、今まで通りですね、利用することができるということで、これはね、めちゃくちゃいいですね。今回ですね、ちょっとエリア言うの忘れておりましたけども、北海道、九州、沖縄発着の一部の線が、まあ、今回の減額マイル対象になるわけなんですけども、まあこちらら辺のゼロから三百マイル区間ですね。本来六千マイルのとこは二千九百マイルでね、利用することができて、またね、こちらですね。 7,000マイル区間のところが3,900ということで東京札幌函館福岡佐賀とかねここら辺全部3,900マイル往復してもね8,000マイルかからないということでこれは本当にすごいですねで,ですので大阪から那覇とかですねここね片道3,900マイル往復4,000マイルでね利用することができちゃうっていうふうになりますんでこれはねめちゃくちゃいいですねで4,900マイル区間は東京沖縄ですね入っておりますねで またね6900マイルに東京都とか石垣とかもね入っておりましてここも6900マイルで利用することができますのでまあ搭乗期間ね12月になりますのでまあちょっと海入ったりするのは厳しいかもしれないんですけれどもこの必要マイルスはねめちゃくちゃいいですねぜひね利用予定ある方はですねこの動画が出た夜の日付変わったね29日きっかりにですね開始になりますのでぜひね利用してみていただければなと思います で次にですね a n a p のキャンペーンですねマイルが貯まる。 使える ANAPay、日々のお買い物を便利にということで、ANAQ 限定ですね。10月29日限定で ANAPay にチャージするだけでマイルがもらえるキャンペーンが来ております。ANA カードご利用の方、通常還元マイルプラス Q 限定の還元マイルがもらえるということで、まずですね、こちらの1はね、多分利用する人ほとんどいないと思うんですけども、ANAPay にね、マイルチャージしていただくと、最大500マイルがもらえるキャンペーンですね。こちらね、上限が1 1回ね、1枚までしか利用することができませんので、1万マイルチャージすると500マイルが返ってくるキャンペーンになります。まあ、こっちはね、ちょっともったいないんで利用する人いないと思うんですけども、こっちですね、ANA カードを持っている方は、a n a p a y ャッシュにへのチャージでですね2、2%還元でチャージすることができます。今回のキャンペーンですね、もともとデフォルトでですね、こういった感じでカードクラスごとにですね、還元がもらえるんですけども、今回ね、ANAQ 限定ということで、 えー、こういった感じで還元が上乗せされます。ANA カード一般カードだったら0.1%プラス2%ゴールドカードだと0.6%プラス2%プレミアムカードだと1.1%プラス2%ということで、えー、合計ねこういった形で利用することができます。で ANA カード以外でも0.1%取れるということで ANA カード以外からでもチャージしていただけば、えー、マイルが取れるっていった味になります。まあなりますけども0.1%なんでねかなり少ないですよね。で ANA のね クレジットカードからこの ANAPay のチャージに関してなんですけどもこういったねアメックスを除く ANA カードがこの ANAPay に、ね、チャージすることができます直接ね v i s a j c b マスターダイナースということで残念ながらえアメックスはねチャージすることができないっていうふうになりますのでえこのキャンペーンはね必然的にえアメックス持ってる方は、えー、参戦することが できませんでこちらのね還元の上限等々で、ね、ちょっと私の方でね計算させていただきました。 ana ペイチャージに還元ということでこの ANAPay からですね、一度にね、チャージできるのが最大2万円までになっておりますので、え2万円ね、チャージしていただくとえ、カードごとによってこの還元がね、取ることができます。で、このね、0.1%還元のね、その他のチャージだと、まあ、2万円チャージしても0.1%なんでね、まあ、20マイルしかもらえないっていうふうになるわけなんですけれども、ANA カードだとね、こちらの還元率が取れるということで、2万円ね、チャージした時のね、還元率をね、計算し してみたんですけれども一般カードだったら、えー、合計、ね、2.1%ということで、えー、420マイルですね。ゴールドカードであれば、えー、0.6%デフォルトで今回のキャンペーンで2%で合計2.6%で、えー、520マイルですね。プレミアムカードの場合はもともと1.1%で ANA キで2%で、えー、合計3.1%取れますのでプレミアムカードの場合は、えー、620マイルが、ね、獲得することができるキャンペーンになります。でですので、まあ、今回 今回のキャンペーンね、2万円チャージしていただくだけで、このマイルもらえちゃうっていうふうになりますので、ANA のクレジットカードね、保有されている方で、ANA マイル貯めている方、まぁ、あ、ちょっとアメックスの方はね、利用することはできないんですけれども、保有されている方はですね、こちらね、10月の29日になってからえチャージね、するようにしてください。これね、あの、この動画を見てね、すぐチャージしたらね、このマイルもらえないっていうふうになりますんでえ、この点ね、ご注意ください。で、またね、1回につき a n a ッシュ ana マイルそれぞれ1回分のチャージのみが今回のキャンペーン対象になりますのでこの還元ですね何回もチャージしたら何回もらえるわけではございませんのでこの点もね覚えておいてくださいでまたですね ANA のクレジットカードから ANAPay のチャージのね話をするとね大体質問来るんですけどもこの ANA のクレジットカードから ANAPay にチャージすると今回のキャンペーンで言うとこれがねデフォルトの 還元なんで、すよねで今回のキャンペーンがこちらで合計この還元がもらえるわけなんですけどもこれとは別にクレジットカードのポイントはもらえたりしませんのでえこの点ねご注意いただければなと思います今回のキャンペーンは合計でねこの3.1%とか2.6%とかあの還元受けることができるんですけどももうね ANA マイルがもらえるのはもうこれの還元だけっていうふうになりましてあの別にねクレジットカード会社からポイントもらえたりいたしませんのでえこの点、ね 覚えておいてください。はいということで今回ですね「えー、ね感謝の日、えー」解説させていただきましたちょっとねベビーちゃんが泣いておりますので、えー、ちょっとね今回は簡単にね締めさせていただきたいなと思うんですけれども是非、えー、ね10月の29日この動画が出た日付がかかった29日からね開始になりますので是非ねチェックしてみていただければなと 思いますということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、LINE 公式アカウントでクレジットカードの診断コンテンツ、ANA カード診断、ホテルクレカ診断、PP 診断、改定版利用することができますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ